イラク屋の花澤です。今日は僧帽筋と胸鎖乳突筋をほぐすストレッチとマッサージをご紹介します。この2つの筋肉をほぐすことで呼吸を深くしたり、頬の痛みや頭痛、肩首の凝り、顎関節症ですね、開口時に音が鳴る、クリック音がするですとか、頬が痛くなるとか、また噛み合わせが悪いといったことを改善します。鎖骨の左右差もアンバランスも調整します。それでは始めますね。まず左に頭を倒して、さらに少し後ろにゆっくりと回しますね。そして鎖骨、片手に鎖骨で、片手はエラのところに手を当てて、さらに少し引っ張るようにして伸ばします。痛くないぐらいで、気持ちのいい範囲で行うようにしてください。8秒ぐらいですね。でゆっくりと戻すときもゆっくりと戻しますね。はい。でまっすぐ戻しましたら、今度は右側に頭を向けて、それから今度はうつぶくような感じですね。右前方ですね。そして後頭部に片手を当てて、もう一方の手は肩ですね。でここの間を伸ばすようにして倒しますね。8秒ぐらいですね。はい、ゆっくりと戻します。真ん中に必ず戻すようにしてください。そしてまた右にやって、今度は後ろを向くように少し首を回して、そしてエラの部分と鎖骨の部分に手を当てて伸ばしますね。8秒ですね。ゆっくりと戻して、今度は左側に向けて頭を前に倒して、一方が肩で一方が後頭部ですね。右側ので、伸ばすようにしますね。次は右を向いて胸鎖乳突筋を後ろの方に力を加えて挟むようにしてマッサージします。気持ちのいい強さと回数を行うようにしてください。真ん中に戻して、そして今度反対、左を向いて、で頭を倒して、僧帽筋のマッサージですね。手前に引き寄せるように、少しこう伸ばした状態から揉んでください。まっすぐにして、また左側に向いて、今度胸鎖乳突筋ですね、後ろに持っていくように挟んで揉みます。そして今度は右に向いて倒して、僧帽筋を揉みほぐします。前に
手前に引いてくるようにですね。気持ちのいい強さと返す場所、肩の上の方ですけれども、を行いますね。表面の筋肉なので、そんなに奥の方に力を加えなくて大丈夫です。はい。はい、以上になります。いかがですか？ありがとうございました。